はい、どうも、楽しみしご飯の時間ですよ。今日あの舞台の木村さんは、木村さんは、はい、米いらないですか？あ、大丈夫です、一緒です。女子は食べきれないからということで、お米をこうやってみんなあの男性陣に分けて食べたりとかしてる感じです。先輩です、あーだす。今日のお昼ご飯です、いただきます。あれねえねえ、あ、でっかいな、これ。すごい、みんな女子っぽい。ねえねえ、すぐるちゃん、すぐるちゃん、あそこ見て、あそこもやってた。え、なんですか？え、ご飯こうやって渡して、女子っぽいねって。これ米美味しいですね。はい、え、いつものお弁当屋さんですか？だからか、この間も美味しくなったなと思ったんですよ。米が美味しいです。すごい。何種類かわいくあってんの？3も。気持ちは反省してない。ご飯とラーメンを一度に食べる。あ、でも私それ全然やります。はるちゃんもやるのね。はい、ご飯とラーメン。もちろんです。でも塩とか醤油の時はあんまやらないですね。味噌とか家系とか、それ系の時はご飯。あ、はい、普通で。あ、思ったより全然早かった。何種類か選べたんですよ。選べたんですけど、今日僕はサバにしました。なんか午前中にも丸ついたんで早めの方がいいかな。食べ終わったら、あの、コーヒーメーカーとか持ってきてみよう。いつもどこでも持ってきてみよう。どこの現場でも。なんかご相談してみて。あまりにも、ちょっとお米がこうなってきてみよう。サバをね、こういう食べ方するの初めてかもしれない。マヨネーズいる方ありますんで。いらない。誰もいらないみたいです。
夕ご飯が楽しみです。